お知らせ。今回のゲームは音楽がなかったので、BGM をつけようと思ったんですけど、いつものやつだとなんかちょっと雰囲気壊すんで違うやつをつけております。どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められた命のホラー穴というゲームやっていこうと思います。ああ、もう急に始まるパターンですね。移動、左右で移動、右でジャンプ、そこまで OK。 ああ、なるほど、画面ドラッグで弓を引き絞る。ああ、はあはあはあ、なるほど。ああ、やが弱点に当たったらダメージがでかいぞと。弱点、これ目か。多分弱点は目だとは思うけど。ああ、おい、ちょっと待って、ボディだけでも、ボディだけでも生きるんですね。なるほど。これで、倒せたのか、これは。ああ、これ倒せてるのか。で、矢とかも、まあ、いろいろレベルが上がっていくぞっていう感じはありますね。で、まあ、広告見ないと今のところは、無理だぞということですね。意外と敵の密度、あ、ちょっと待って、なんか、灯す。ああ、なるほど。あ、これセーブポイントか。ああ、ってことはステージクリア型というよりはもう本当に一連でどん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 進んでいく、奥に進んでいくダンジョン攻略系の、ゲームな感じですかね。オッケーオッケーオッケー。ああ、で、レベル上がると、ああ、まあ足早くするか HP 増やすかってことね。はい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 。オッケー。まあまあ、どんなゲームか大体把握したんで、ちょっととりあえず進めるだけ、どんどん進んでいこうと思います。いい感じですね。とりあえずまだ敵がこうガーッとこう、集団で来るとかないので、これ鬱陶しいな。ホーミングタイプか。左右の座標をホーミングするから、ちょっとここから当てれねえかな。操作がむずい。左に飛んで打って戻る。一発し？いい点。いい点。ちょっともう何て読むかわからんけど。で、ここに戻されるぞと。オッケーオッケーオッケー。で、倒した敵はそのまんまなんだな。オッケー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 。さあ、一旦10倍速でお届けします。まあ、これぐらいの感じの敵の密度で、こんぐらい進んだら次のセーブポイントだよーっていう感じですね。で、でもセーブポイントあるから、なるほど。結構こまめにセーブはできますよってな感じですね。これも敵か。いいですね。なんか敵の世界観がやっぱいい感じですね。で、上になんかアイテムっぽいのもあるし。まあ、とりあえずこれ倒して、倒したところ行くと経験値がもらえるぞと。これなんやろ、拾う。なるほど、弓をもっと強く引き絞れるようになるぞと。ただこっち側でなんか装備するとかそんな感じではなさそうだね。やっぱり上から下に狙う分にはもうノーリスクで倒せるから、これはこいつはいいやですね。で、弓術いきましたね。なるほど。レベル上げたら指を強く引き絞れるようになるぞと。なので、まあちょっとずつレベルを上げた時に段階踏んで、今 HP も2になったので、一発死ではなくなってるんですけど、ちょっとずつまあ主人公を強くしながらどんどん奥に進もうねと。ただ、今のところまだこういう安全地帯から狙ったりができるので、そんなにまだ難しくはないですね。これがまあどれぐらい難しくなっていくのかとかは、まあ結構楽しみな感じではありますね。ちょっと敵の数も増えてきましたね、この辺来ると。いやー、これもだから左はもう何もねえから、やっぱこれ行くしかねえんだな。これはちょっとなかなかの難易度よ、これ。一応弓当て、ちょっと食らうんかい、食らうんかい。弓当てたら壊せるのは分かったけど、いやー、これで、結構狙うのむずいゲームだから、もう一個外した、これに負けずに、ちくしょう。よし。いや、ちょっと待って、むずい。よし。よし。よし。ええやん。ええやん。ええやん。じゃあもうむずい、これはむずいぞ。ちょっと待て、ちょっとこのゲームが本気出してきてる感があるな。これもう この敵がもうマジで強い。やっぱ弓引き絞らねえとそんなに強くねえんだよな、攻撃力自体が。これやべえぞ。これやべえぞ、マジで。どう、めちゃくちゃな数
いるんじゃない、その敵が。ここからか。あ、ここから当てて横をまず解除してみたいな。謎解き、迷路だけじゃなく謎解き的な要素もちょっと出てきましたね。これは大変やわ。よし、はい、ここから15倍速でお届けします。このゲームですね、左手で左右ボタン、右手でジャンプで、右手で弓を引いているので、弓を引いている時に僕はこうジャンプができないんですよね。なのでもうとにかく迫り来る球をひたすら正確射撃し続ける、それしかなかったんで結構大変でした。押さえ、あ、いけた、あ、オッケー。これだけか。豪車、あ、ダメージアップはでもでかいね。とりあえず、まあ、これもレベル上げないと、豪車というか、まあ、ダメージアップも、いかないよっていう感じなので、まあ、とりあえず経験値を集めていかないといけないんですけど、で、あとは、まあ、こう、ゲットしたパワーアップが、まあ、弓引き絞る能力高くなったりとか、あとは、こう、空中で何度もジャンプが、こう、できるようになったよっていうのとか、まあまあ、いろいろ強くなってきてはいるんですけど、ダンジョンが結構マジで広くて、どこが正解ルートかがまだ、ちょっとよく分かってないですよね。マジで広いですこのマップが。これでもういないでほしいけど、あー大丈夫。おー、何、あー、なんか一面クリアした感じだなこの雰囲気は。あー、でももう結局この系統だよね。やっぱこのゲームにおいて強いのは弾飛ばしてくるやつですね。これだいぶやべえぞマジで。この上が正解なのかどうかすら分からんけど、ただここ怪しいよね。ああ、あるわ、本があるわ、上に本があるから、一発で倒せるんだよな。来るな、これ来るな。あー、来ちゃう。もうちょっと待って、これ上の様子見えんからよ。あー、これきついぞ。これ左手で弓を引いて、小指でジャンプ、人差し指で右だ。よし、あー、左押せ、左が押せ、あー、もうきちー。あー、なんかちょっとね、怪しい予感ですね。あー、いや、まだまだか。いやいや、ちょっとホーミングしてくる。あー、やばい。弱点は分かりやすくていいんだけど、弱点狙えねえのよあんなもん。いける。オッケー、やん。あはー、三の沼に、経験値が三の沼に、レベルを上げたいのよ今ね。さっきね、秘伝の章みたいなゲットして、弓の数が増えるっていうやつが今確率で発動するんですけど、これを何回かやってるとたま、あ、これです。今はもう2本が発射されます。こういうなんかスキルを手に入れてレベル上げたら多分もうちょい増えるんで。あーあー、ボスだ、これ絶対ボスだ。どんぐらい減る。あ、減らん、全然減らん。これはでもなんだ、下がりながら、あー、なるほど、下がりながら撃つのが非常に難しいので、弓を引きながら下がりながらジャンプしながらがもうかなりむずいから、その辺をよくついてますね。いやー、でもね、いけそうな気はする。おー、もう超、もう今じゃねえ、ちょっとこ、おー、いけた。めちゃくちゃ戻らされたけど、オッケー、ええやん。あ、ここだ、ここか。だいぶ戻らされてたな。これでクリアとかもまだ全然 あるけど全然だな、全然クリアじゃねえ。まだあんのか、中ボスぐらいの感覚かな。もうマジで弓、いつ、おー、ちょっと待って、レベルマックスなっとる。レベル50ちょいでマックスですね。で、弓がもう毎回3本打てるようになったから相当楽です。今敵が結構複数で襲いかかってきても、上も下も攻撃、あー、なるほど、このパターン。しかしながら弓が3本ある今そんなにきつくねえぞ。よしよし、あー、弱点当たってね。当たらん角度に。いや、このゲームね、本当にこの弱点か弱点じゃないかでダメージが相当違うんですよ。弱点当てたいけど、あー、オッケー。ただまたおるぞ、これは弾飛ばしてくるやつがいっぱいおるぞ。おー、ええやん、弓3本マジでかいやんこれ。
しよ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 し、いや結構な数おるぞこれどうやら。なにボス、ボス的なノリだなこれ。なるほど、こあでも弓3本あったらさ、チクチクダメージ与えながらこれ勝利できるから割といけるぞ。あ上のやつ当たっとるし、あオッケーオッケーオッケー、ちょっと体力全然見えんけど、これはなんかそんなにきつくない。弾の速さがもうちょい速かったらやばかったけど、この速さなら全然いける。あちなみに今あの弓を引き絞った時はあの敵が遅くなります。時間がゆっくりになるっていう特殊能力もついてるので割とこれいけるな。でラスボスなのかどうかすらわからん。あーダメだ、まだセーブポイントあるから全然やわ。結構長え、結構長え。あの視聴者さんからは、まあ、1時間半から2時間ぐらいで全クリできるって聞いてたんですけど、ここの上、あ上は何にもない。ダンジョン感はなくなってきましたね。とりあえずまだ一本道なんで。いやいやいや、もう挟まってますやん、挟まってますやん、もうこっち来れへん。これはもう勝ちですね。あとはもう弱点攻撃ではそのうち溶けてくれるでしょう。ただマジで、ああこれ死んだ、死んだっぽいね。あオッケー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 。いやーでもまだまだあるな、全然まだあるな。おお、な、なにこれ、なに、うん、あーちょっとなんだ、なんか重要なやつやったんかな、殺しちゃダメだったんかな。いやなんかこうちょっとずつ暗くなってる気がするんだけど、クリアか、ステージ2クリア。何これ、すげえ暗くなってるけどまだ終わってないのよ。暗いダンジョンってこと。いやまだ多分うっすら見えてんだけど動いてはいるんだよな、弓も撃てるし。な何これ、暗いダンジョン、ああ灯す、灯す、灯しましたけど、おお何これ、ラスボスか。あクリアした。えこれクリア、あクリアっすね。えサンクスフォービーイングイート。ああまあまあ全クリ臭いですね。これ隠し要素かな、8分の0。ああクリア地点からですね。でレベルマックスだったはずが53になってるので、どういうことかな。特にねえんだよな。ああちょっと待って、あこれさっきのやつだ。あー なるほど、なんかこの本があと、あーでレベルマックスなった。本がまだだからあと8個あるぞってことだよね。あと7個か。それを見つけるのが多分まあなんか裏ミッションみたいな感じなのかな。はい、クリアしてからもう結構探索はしたつもりなんですけど、あの1面から2面にこうシューンってめちゃくちゃ落ちる場所があって、そこがジャンプじゃ遡れなかったので、で本もまだ2個しかちょっとゲットできてないので、もしかしたらアップデート待ちなのかもしれないですね。はい、ということで今日は命のホラーなというゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。